中山美希、中山美史、中山美希、完成10年4月18日、1798年6月2日、明治20年、1887年2月18日は、日本の宗教家、天理教教祖、明治11年11月1日に、天理教教会本部より出版された、ミカグラウタ複製本の書版では、著者は、 奈良県平民小中山美子となっているが、現在の天理教では、中山美紀が公式表記とされる。天理教では、教祖と書いて、親様と呼称している。完成10年4月18日、1798年6月2日、朝に津半寮の山和国山部軍三枚田村、正確には、西山枚田村、当時山枚田村は東西に分割され、東は、 柳本藩領、西が津藩領だった。現在の奈良県天理市三枚田町の庄屋、前川、藩七正信の家に生まれる。広本天理教教祖伝など多くの資料で、幼少の頃からの慈悲深さと同情の心の厚さ、信仰熱心といった記述が多い。前川家は浄土宗の団家であったので、その感化を幼児より受けて、浄土宗の熱心な信者となった。 上土宗の二層になることを希望し、十九歳の時に、中山家の旦那寺であった、高田村、現、天理市間方町の全九寺にて五重層伝を受ける。文化七年九月十五日、千八百十年十月十三日に、同じく津半寮、庄屋式村の庄屋、中山全米に突ぐ。天理教では、その教義において、この中山家を含む辞書が、 人間世界創造に由来があるとして、この場所を、元の屋敷あるいは、お屋敷と呼んでいる。天保九年十月二十三日、千八百三十八年十二月九日の夜四つ刻、午後十時、長男、秀次の足の病の原因究明と回復のために、修言道登山派、内山永久寺の配下の山伏、中野一衛に祈祷を依頼した。その時一が、 災い元を明らかにするためにする頼む義頭の頼り座が不在だったために、三木が頼り座、家事代となる。この時、三木の様子は一変し、全く別人になったかのような、著しい変化があり、いわゆる憑依状態に入った。このことを、天立教では、月日、神の社に召される、と呼んでいる。この時に憑依を悟った一米が、あなたは何神様でありますかと問うたところ、三は、 我は天の将軍なりあるいは大見和宮と答えたとされる。日米が改めて天の将軍とは何神様でありますかというと、我は元の神、実の神である。この屋敷に因縁あり、この度世界一列を助けるためにあもった。幹を神の社にもらい受けたい。あるいは我は幹の体を神の社とし、親子諸共神がもらい受けたい。と語り、親神。 天理王名、天理王の御子が三木に表意し典型を受けたとされている。中山家は古くから村の商屋や,や年寄りといった村役人を務める家であり、同時に七夜業を営んでおり、三木の伝記である高本天理教教祖伝には、子供は小さい、今が初代盛りであるのに、神の社に差し上げては、あとはどうしてやっていけるか、前兵としても元の神のおぼし召しの激しさに、 一末の懸念は残るが、去りとて、家庭の現状を思えば、どうしてもお受けしようという気にはなれないので、またしても、一度揃うて重ねてお断り申し、早々にお登りください。とあるように、再三辞退を続けたが、三木が、元の神の思惑通りするのや、神の言うこと承知せよ。聞き入れくれたことならば、世界一列助けさそう。もし不承知とあらば、この地、粉もないようにする。 と申し出を受け入れるならば、世の人々を救済するが、拒めば、人の世を滅ぼすと答え、最終的に、ミキの家族の反対を振り切る形で、十月二十六日、同年十二月十二日になって、夫の兵衛がミキを、月日、神の八代となることを承諾した。その時のミキは、満足、満足と答えて、憑依が終わったとされている。ミキの三男で、後の初代新柱、 中山正幸良の手記に、お持ちなされるぬさを振り上げて、髪は散々に破れ音味は畳に、おこすりつけなされてついにお手寄り、流血の倫理たるとしょれているように、この間の幹は衰弱していた。こうして、天理教が立教されたが、幹はしばらくすると屋敷内の内臓にこもりがちになり、ついには終日出てこずに誰もいないはずの蔵の中で誰かと、 話をするかのようにくるめく声が蔵の外まで漏れて、越えてくることもあった。次第に、中山家の評判は悪化し、史実でも正や、中山前平の名前は、天保十年、1838年3月、開日府、終始後改め帳を、奉行所へ提出したのを最後に、地方文書から消えている。その後、三木は、天理王名の新名に従い、例えば、 近隣の貧民に惜しみなく、財を分け与え、自らの財産をことごとく失うことがあっても、その信明に従う信念は変わらなかったとされる。三木は四十一歳で、月日の八代に定まったが、幾度か、池や井戸などに身を投げようとしたこともあった。その後、内臓にこもることもなくなったものの、家財や道具を貧民に施したり、屋敷を取り払い、母屋や田畑を売り払いといった。 三木の言動は、家族や親戚のみならず、村人や役人までもが、不信感を抱くようになり、天保十三年、1842年には夫、全米を、はじめ多くの親族が、三木の行為を、気の狂いか、付き物として、元に戻るように手を尽くしている。この後、長らく具体的な不況は行われず、楓六年、1853年に、夫、全米が死去すると、 当時17歳であった後女の子間に何は現在の大阪道頓堀へ新名を流させに行かせたとされている。これについては後に教団が信者から献金を受けるために事実が歪曲か、脚色されたという説が存在している。翌年、三女、春、解任の際に三木自ら暗産祈願である、を美や許しをじめて施した。これが従来の毒意味やもたれ物、 腹帯といった慣習に従わなくても、容易に暗算できるとして、次第に評判を呼び、これをきっかけとして、三木の評判や教えは広がっていた。現時元年、1864年頃には三木を慕う、ものも増え、旧暦10月26日に専用に、勤め場所を建築。またこの年春頃より、天理教の救済手段とされる、さず、の始めとして、が、 信者に授けた奥義によって、真意を図ることができるとする、奥義の授けと声の授けを、返し、この頃には、辻中作、中田義三郎、山中忠七ら子さんとして、教団形成に影響を与えた人物や、三木から唯一、根性の許しを与えられて、真意を取り継いだ後の本籍である、イーブリーゾウ夫妻が入信している。しかし、天理教への信仰さえあれば、 信者らは三木から、お、美や、許しや、助けを受けられ、医者から治療を受ける必要はないと解いたために、大和神社の神官や地元の僧侶、村医者などが論難に来るようになり、これは明治七年、1874年に、教部省から出された、禁煙祈り中をもって、薬を送る者取締りの件という二つに違反、また、明治十三年、1880年に制定され、 翌年から施行された当時の大阪府の池見罪の一行、環境を映ずして、神仏を解長し人を群衆接し者にも違反し、警察からの取り締まりを受けるなど権力との対立が表面化していった。こうした中で、信者らは各地に出向き布教を行い始め、三木も慶応2年、1866年、足利原日助けた前天林、天理をうのみことの歌と手ぶりを教授。 翌年には、三か倉歌の制作を開始し、手振りの他にも成り物の稽古も始めた。地元住民からも苦情が相次ぐ中で、同年に、長男、秀次が、京都人儀官僚吉田家に願い出て、7月23日に、不協認可を得て、公認となり、迫害は収まった。その間に三木は神明に従い、明治元年、1868年には、三か倉勤めを、 完成、翌明治2年、1869年正月から、オフで先を書き始め、第1号、正月と、第2号、3月を執筆。翌年には、千代とはなし、よろずよ発種の教授。同六年には、イーブリー像に命じての、官路大のひな型、模型製作。同八年6月29日、旧暦5月26日の、地場定めなど、天理教のもとを築いていった。 しかしながら、この頃より、関係の取締りが再び活発化、神宮の没収に続いて、信仰差し止めの誓約書の署名を強いられた。この中でも三木は天命を貫き通し、1875年、明治8年には、奈良県庁より、呼び出しがあり、秀次らと共に留置される。そして、明治15年には、菅野第一の没収、及び、 ミカ・グラウタの一部改変が断行される。その後も、ミキだけではなく、信者や家族もたびたび留置、交流を受け、1886年、明治19年には、最後のご苦労と呼ばれる、ミキ最後の12日間の交流を受ける。こうした動きを止めようと、マサユキ・リョラをはじめ、古参信者らが、教会設置公認運動を展開する中、その認可を見ることなく、 翌年2月18日、旧暦1月26日午後2時頃に、八88歳、去年90で死去した。三キは、生前に、神の啓示によって、オフで、先第三号に、この助け115歳児よみよと、定めつけたい神の一児よと記したように、神にもたれかかって心を澄み切って生きるならば、人間のことぶきは115歳と説いていた。 ミキがその寿命を二十五年も縮めて多解したことは、当時の信者らに多くの動揺を与えた。翌三月二十五日に、イーブリー・イゾウがミキの後継者、本籍となり神の言葉を取り継いだ。その、おさ、真スの中でイゾウは、子供かわいいゆえ、お、矢の命を二十五年先の命を縮めて、今から助けするのやで、と説明し、子供、イコール人間の心の成人。 心が墨を気づく目になることが親神の思惑通りに運ばないから、人々に心の聖人を流したのであると教示している。また同時にミキは、原身、うつしみを隠したのであり、魂は永久に元の屋敷に泊まり、存命のまま一列人間の聖人を見守り、ご守護してくださっているという教祖存命の理が誕生し、現在の天理教信仰の根本的な精神的支柱となっている。 そのため、天理教本部では、三木の魂は、教祖殿で生活しているとされ、生前と同じように食事や着替えが運ばれるなど、いろいろな世話がなされている。その後、天理教は、新党直轄天理教会として、東京府より認可を受け、三河グラウタ、オフでサきドロウミコキは、天理教の根本の教義教典となり、没後も、本席、イーブリーゾウの下、 おさしずに基づき天理教として不教が行われた。また、教祖年祭として、没後翌年に、教祖一年祭を開催、最終的に中止、五年祭、十年祭と続き、以後十年ごとに執行され、2016年1月には、教祖130年祭が取りやれた。1934年、昭和10年からは、未期の誕生を記念して、教祖誕生祭が毎年、 4月18日に開催されている。1956年昭和31年3月8日から午後2時のサイレンが始まり、現在に至っている。一部省略している。夫全米との間に一男五女、秀次、おまさ、おやす、お春、おつね、こかも授かる。後の中山家家徳督で、初代新柱の中山正幸両は春の三男である。 現在の宗教法人天理教協会本部と中山美希の教えは明らかな違いがあるという指摘は多くあり、明治期の王法の道と呼ばれる諸改革及び昭和期、特に第二次世界大戦中の革新によって美希の主張は歪曲され権力に迎合したが、それらは戦後の復元後も天理教団内に根強く残っているという研究もある。そもそも美木は 教会公認及び設置運動に否定的であったと宗教学者の島田博美やライターの早川和弘らが批判している。天理教教会本部が編纂した広本天理教教祖伝においては立教以後の幹は神聖が強調され人間性は問われず従って全ての行動が神的存在として人々を救済する活動の様々な慣れでしかなかったとする批判があり ジャーナリストの青地明日は、著書、天理教130年目の信仰革命の中で、神がかりの時点からのミキがすでに神だと見られ、苦悩や希望などの人間的感情が伴わないという、教義の解釈は、ミキは自己判断の能力を失い、神に操られる人形に等しいというふうに述べている。同様の指摘では、天理大学附属親里研究所教授の畑鎌、和弘が、 教祖の50年の、雛形と、中山美希の厳然性、存在証明の二つに支えられて、教祖死去の明治20年で終わる、広本天理教教伝の枠組みそのものが、中山美希の物語を狭めているのではないかと、述べている。教団内部からの批判としては、元天理教教会本部収容家講師で、元天理教本自原文教会,会会長の矢島秀夫が1970年代、 後半に、教団批判を展開しており、1979年には、一の元文書後保存会を発足させ代表を取っている。1985年12月に、教会の機関誌、本東ず20 202号で、教祖100年祭を機に、王法の理である、新党教理や儀礼を廃止し、教祖が教えた通りに、官路大を目標にして、各教会でお勤めをい、 ミカグラウタとオフで先に基づいて教育せよと提唱したため、翌年に教会長職を罷免されている。その後、ヤシマが教会から立ちのかなかったために、ヤシマと宗教法人天理教との間で裁判が行われている。この裁判の中では1991年5月31日に東京地方裁判所にて元天理教表統領、清水国夫が、 矢島秀夫氏が主張する教説、いわゆる、矢島教学について、新柱が、異端とか、異説とか、異安心と裁定したことはないし、意見を述べたこともない。また、天理教及び、天理教教会本部の正式機関では、矢島教学が異端とか、異説とか、いかなる判定も下したことはない。という内容の証言を述べている。矢島教学とは、矢島の著書。 中山三木研究のート内での三木の考察であり、そこでは教祖に関する数々の逸話が否定されている。この八島の遺説には、天理教青年会ほか教団内部からの反論もあり、天理教青年会本部の機関誌、荒木東百149号で、唯物論的で教祖の実在からかけ離れていると批判し、資料と合わせて反駁していほか、確かな教理理解のためにという反駁本も、

着物、金銭に至るまで、次々と困っている人々に施された。という、広本天理教教祖伝の記述は、八島のみならず、島田も、日本の重大新宗教の中で、早川も、天理教、その堕落と悲劇の中で、実際は、三木の長男、秀次が米と綿の相場で失敗し、家ごと借金してしまったが、教団は後に、その事実を愛曲して、 信者から金を取ろうしたため、貧に落ち切れという思想が生まれたと指摘している。また、これに関連して、嘉永六年、1853年、三木の五女、古漢の何は、現在の大阪での神明流しについても、史実的伝承が乏しいとされ、これに関しては、海底天理教寺点内で矛盾が生まっている。また、天理教との関わりが深かった、小説家の郎は、 著書、教祖伝にて、教団成立を認めず、真の信仰世界を求めている教祖、中山美紀と教団を作ろうとする弟子との理念の衝突に関する描写にって、教団批判の立場が見られる。また、教団というものは、神の教えにも、人間の信仰にも、さして関係がないことだが、教団ができると、信仰がそれに結びつけられて、神の教を曲げることが、しばしば起きるとも書かれている。 1987年に発表された、神の時代でも、天理教で、教祖、中山美紀の死後、親の言葉を取り継いだ人が本籍と呼ばれる、イーブリーゾーノであることに触れ、メシコウの死後、存命の教祖は、教祖伝に収まり、教祖の言葉を取り継ぐ者も典型者も現れないとして、天理教の指導者である新柱がは、神の代理者となり、新柱が中心となり彼に、 都合のいいものだけで教理を作って教会に交付したという内容を述べている。宗教学者の弓山達也はこのことに関連して、著書、典型の行方、宗教が分派する時で本道茶本部神王冠道などの宗教団体が、天理教から分立したことについて、特に飯シの死亡後の対象から、昭和初期にかけて多く誕生していることに触れ、中山美希やイーブリー像の死後、 親神の意志を伝える典型者がいなくなったことに起因していると分析している。天理教を研究する宗教学者の中でも村上重義氏は著書近代民衆宗教師の研究の中でこの幹の立教に至る神がかりを準備した者は夫婦の不和や子女の溶接、長男の重病、出産後の生理的不調など家族の問題から来る精神的苦悩、 生理的苦痛にあるとして、三木にとって、月日の夜城となることは、病、息子の難病、家の道具、夫婦の負は、重労働からの解放を意味したと論じている。この考察は後に、島、その進むの突発説の否定や、笠原和夫、小栗純子らに受け継がれている。島そのは、この、村上の考察について、天理教研究史論の中で、 教団内外のそれまでの教祖伝研究の成果を結集し、一つの歴史助述にまとめ上げた功績は大きいと評価している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。